ビショップロックビショップロックは大西洋上の非常に小さな岩礁。イギリスのコーンウォール半島から南西4 5トルに浮かぶシリー諸島の最西部に位置する。岩の大きさは長さ4 6ル幅1 6ルである。岩の上に立つ灯台がよく知られている。最初の鉄製の灯台は1847年に寄港されたが、 完成を待たずして流出した。今日の灯台は1858年に竣工し、同年9月1日に初めて点灯された。当初、灯台を訪れた者はランプ会と、灯台基部の2箇所に設置された巻き上げ機を利用して降下し、離れて待機している連絡艇に向かったが、後にヘリパッドが設置された。ビショップロックはまた、20世紀前半に、 海上輸送船が使っていた北、大西洋航路の東端にある。西端は、ローアーニューヨーク湾港である。これは、定期船が大西洋横断のスピード記録である、ブルーリボン賞を競った航路であった。13世紀後半、シリー諸島が、ジョン・デ・アレットとその妻、イザベラの管轄下にあった時、重罪で有罪となったものは、皆、二つの大麦パンと水差しを持たせて、 海上のある岩に連行し、彼が海に飲み込まれるまで放置すべしとされていた。1284年にマエンエスカップ、1302年にメイネネスコップとして記されているのが岩についての最古の記録である。コーンウォール語でメイエスコップ及びメガン,ンエスコップは死境の石を意味する。セントアグネス島の西にある外側の岩礁もかつてはビショップとクラークの名で知られていた。 しかし、これらの類似した名前がいかにして付けられたか詳細は知られていない。ありうべき説明としては、その岩の形が死教のミトラに似ているからというものである。ビショップロックの東には、ウェスタンロックスとギルストーン岩礁があり、これらは1707年のシリー・ショ沖の海南で、クラウズリー・ショベル提督の幹線が難破した場所である。 ショベル提督の遺体はシリー諸島で埋葬された後、アン女王の命によりイングランドに送還された。記録に残る最古の難破は1839年で、ホブネ・テオドリックが9月4日にノームに見舞われた。船は一般貨物を運んでモガドールからロンドンに向かっていた。1842年10月12日の早朝、リバプールからサンクトペテルブルクに向けて、 航行中であった600トン外輪船ブリガンドが沈没したが乗組員は全員助かった。1901年にはフォークランドという名前のワーク船が岩にぶつかりメインヤードが灯台にぶつかった。スクリューパイル式の初代灯台コーンウォール降車量、測量監督によるコーンウォールにおける船舶輸送の危険性についての1818 18年の 報告書は、シリー諸島の最西端の岩という地勢を考慮して、エディストオーン灯台に似た灯台をビショップロックに建設することを提案した。この計画は政府により検討され、技子のジョン・レニーが建築の申し出をした。政府はこの申し入れを受け入れなかったが、トリニティハウスが灯台建設を視野に入れて1843年にビショップロックを調査し、1847年に、 作業が開始された。技術監督のジェームズ・ウォーカーは、鉄脚の上の居住設備と照明からなる高さ37メートルの灯台設計を決めた。しかし、1850年2月5日の嵐で塔が流されたため、灯台はついに灯されなかった。次なる試みとして、ジェームズ・ウォーカーは1851年に基礎の建設に着手した。この現場では、 数多くの困難に直面した。利用可能な土地面積が少なく、岩が傾斜しているために、礎石は最も低い大潮の水位より下に置かなければ、ならなかった。上中技師は、ニコラス・ダグラス夫子で、最初はジェームズ、次はその息子のウィリアムが手伝った。多くの問題を抱えつつも、東大は人命を失うことなく完成し、1858年9月1日に、 最初の光を放った。灯台にはヘンリー・レポートによるカダディオプトリックの大きな第一頭、フレネルレンズが取り付けられていた。建設の総費用は34,559ポンドであった。300ポンドのフォグベルも付いていたが、1860年1月の嵐で流され、より大きなベルと交換されたのは1864年のことであった。1881年、 ジェームズ・ニコラス・ダグラス日は塔を視察し、巨大な花崗岩のブロックを岩にはめ込み、それらを灯台の上にあり継ぎにすることで構造を補強する改修案を設計した。改修によって高さは12メートル増加した。作業は1882年に始まり、ダグラスの長男ウィリアム・ダグラスの監督のもと、1887年に完了した。改良された塔は、 18回りの光立ち距離を備えていた。この光学装置はチャンス兄弟が設計、製作したもので、二つの同一のライトとレンズアレイが上下に重ねて取り付けられた二等式のものだった。回収後、灯台には爆発式の霧信号が設置された。無展時管理人は定期的に面火薬を来館とともにランタンのジブ型装置に取り付ける必要があった。 爆発信号は1976年まで使用されていた。1881年設置の二等式ランプの上部。同型の下部は現在も稼働中パラフィンランプは1973年まで稼働し、この年に10日が電光に切り替えられた。船での上陸が困難であることから、トリニティハウスは1976年に灯台の屋上にヘリパッドを作ることにした。 同年には、エアホーンの霧信号が導入され、音響機が踊り場に取り付けられた。1992年12月15日、東大は完全自動化された。二等式の光学装置の元半分は現役であるが、自動化に伴い上部は撤去され、ファルマスのコーンウォール国立海事博物館に展示されている。霧信号はこの時、エアホーンから電気式に切り替えられ、 2007年まで用いられた。ジェームズ・ウォーカーの初代鉄製灯台が流出してから、ちょうど144年後の1994年2月5日、嵐によって、入り口の放金製のドアが大きく損傷し、付け替えを余儀なくされた。外されたドアも、開示博物館に展示されている。ビショップ・ロック灯台、ビショップ・ロック灯台は、灯台の王と呼ばれることが多く、 事実非常に印象的な建造物である。高さ49メートルのこの灯台は、エディストーーン灯台と共に、イングランドでは最高である。灯台の内部は10階建てになっている。螺旋階段を降りて2階に達し、ドアから外付けの金属のはしごを降りて、大きな基部に降りる。基部から別の金属製のはしごを使って、水線に続く石段へ行くことができる。各階の構造は、 以下のようになっている。ありがとうございます。